皆さん、こんにちは。大阪商工会議所で、事業化支援アドバイザーをやっている佐藤と申します。本日はメディカルジャパンのミニセミナーということで、講演をさせていただきます。本日の内容は、医療機器ビジネスの外観と規制ということでございます。今、医療機器ビジネスが非常にブームになっておりまして、日本の国の政策でも医療機器産業が成長産業の一つに位置づけられております。これまでものづくりの中心であった家電、自動車産業の伸び悩みが著しくなっており、さらに高齢化社会を背景に医療機器市場は拡大傾向になります。また同様に、新興国における医療ニーズの高まりも発生しております。で、医療機器市場は現在30万品目以上にわたる商品構成から市場が細分化されている状況です。したがって、ニッチ市場においても、中小企業でも勝てるチャンスはあると考えます。一方、業許可や薬事申請、保険償還等に見られるように、いろいろな参入障壁がございます。今日本日ここで少し詳細にお話をさせて、皆様の理解をしていただきたいと思っております。まず、医療機器市場および業界の概況についてお話をします。医療機器の範囲としては、法が規制する医療機器および保険償還の対象となる医療機器、こういったものが医療機器に該当します。しかしながら、医療機関で使用されるものすべてが医療機器であるわけではございません。特に最近、コロナ禍においては、マスク、あるいはフェイスシールドが必要になっておりますが、それらは医療機器には該当しません。さらに、健康に関わるものについても、医療機器に関わるものでは医療機器ではございません。したがって、医療機関で使われているものがすべて法の規制する医療機器ではないということをご理解ください。合わせて、医療機器すべてが個別の保険償還を受けるわけではございません。各シーンでの医療機器の事例をご紹介します。医療の分野では、予防検査から診断、治療、リハビリと、こういうステージが移っていくわけでございますが、予防、あるいは検査で使われる心電計や血圧計、あるいは血液検査装置、こういったものは医療機器に該当。診断分野では、内視鏡やレントゲン、あるいは画像診断装置等がございます。治療分野では、レーザーメスや心臓ペースメーカー、あるいは人工心臓といったようなものが使われます。さらに、リハビリ分野では、自動牽引装置やマイクロ波治療器などが使われるということでございます。日本の医療機器市場の動向でございますけれども、平成29年には3兆円の規模となり、堅調に成長をしているということが言えます。今後も高齢化が進む中で、医療機器の市場は拡大すると見込まれております。なおかつ、景気の影響を受けにくいということが言われております。医療機器産業の収益構造ですが、ここに示した青いラインですね。平均で、若干悪い年もありますけれども、6%から7%の間で平均営業、利益率は推移をしております。なおかつ、こちらは医療機器に使われるいろいろな部素材の分布を示しているものでございますが、さまざまな部品、材料を必要とする裾野の広い産業であるということでございます。医療機器メーカーの規模としては、ここに示した通り、従業員数としてはほぼ7割がですね、中小企業に該当するということでございます。したがって、十分に中小企業の参入も可能な分野でございます。こちらで見て分かるように、資本金についても、大企業についてはほんのわずかと。ほとんどが中小企業ということが見えると思います。また、製品ごとのメインプレイヤーを見てみても、品目ごとに
トップが変わっているという実証がございます。これは心臓、血管増用のカテーテルのマーケットシェアを示したものですが、心臓血管増栄用のカテーテル、あるいは腹部血管増栄用カテーテルの頸部血管増栄用のカテーテルと、このように、すべてがトップメーカーであるところは一社もございません。したがって、いわゆるニッチトップを目指せる産業構造になっているというふうに理解をしていただければよいと思います。次に日本医療機器産業における業態についてご説明をします。医療機器の分野では役割、責任に応じて 法制度として分業されているということがあります。物を作る流れからいくと、原材料メーカーがあり、製造業者にそれを納入し、製造業者が医療機器を製造し、製造販売業者に医療機器を納め、製造販売業者が販売業者に医療機器を納めて医療機関に納入すると、修理の場合は修理業者が関わると、こういう構図になっているわけでございますけれども、製造販売業者は医療機器の認可を取る業態でございます。いわゆる法的責任を持つ業態でございます。したがってここ以外に医療機器の認可を取ることはできません。なおかつ医療機器はすべての医療機器において何らかの認可を取る必要があるということでございます。で、一方、製造業者は製造業という業を持っている必要があります。また、販売業者、対応業者については販売業という業を持っている必要がございます。で、修理業者は修理業という業を持っている必要がございます。唯一この中で法規制の受けないのは、部素材、原材料メーカーでございます。こういったいろいろ法規制があるということをご承知願いたいと思います。次に医療機器に係る法規制でございますが、まず薬機法上の医療機器の定義でございますが、ここに示している通り、人もしくは動物の疾病の診断、治療、もしくは予防に使用される機械ということです。もう一つは人もしくは動物の身体の構造、もしくは機能に影響を及ぼすことを目的とする機械器具でございます。つまり、疾病の診断治療予防に使われること、あるいは、人工骨や、あるいは補聴器、コンタクトレンズのように、身体の構造もしくは機能に影響を及ぼす、こういったものが医療機として定義されているということであります。で、これらの定義は、薬事法やっと政令で定められております。一般名称ということで、検索することも可能でございます。一般名称の事例でございますが、これはコンタクトレンズの例を示しております。再使用可能な視力矯正、視力補正用色づきコンタクトレンズとか、あるいは、単回使用視力補正用コンタクトレンズと、こういうように一般名称が示されており、それぞれの定義はこちらに示した通りになっております。で、なお、合わせてこれらの医療機器のいわゆるリスクを示すクラスがここに示されていると。したがって、新たに医療機器を開始したときに、どの分野に、どの一般名称に該当するか、なおかつ、その一般名称がどういうリスクを持っているかということをこういったところで確認をする必要があるということでございます。で、科学技術の進歩により今までにないような医療機器が出てくるケースがございます。これらについては新規医療機器として、新たに定義をし、認可を取るという作業が必要になってまいります。医療機器の検索として、医療機器基準データベースシステムというのがございます。これは厚生労働省のホームページに行けば分かるものでございます。したがって、パソコン等からですね、キーワードを打てば検索ができるようになっております。先ほど少しクラス分類の話をしましたけれども、医療機器のクラス分類と規制という観点からお話をします。医療機器のクラスはクラス1からクラス2、3、4と、数字が大きくなるに従ってリスクが高くなるということでございます。定義はクラス1というは不具合が生じた場合でも人体へのリスクが極めて低い
と考えられる。クラス4は、まあ、患者への浸透性が高く、不具合が生じた場合に命の危険に直結する恐れがある。これだけの幅がございます。まあ、例としてはここに示した通りでございます。クラス1の医療機器はほとんどが一般医療機器として届け出になります。クラス2の医療機器は管理医療機器という名称であり、第三者認証機関による認証がほとんどでございます。ただ、先ほど少し申し上げましたように、新しい機能があるような場合については、当然承認のプロセスになります。クラス3についても、一部は第三者認証に移行をしております。その他は大臣に承認、PMDA で審査をするということになります。で、クラス3、クラス4については、高度管理医療機器として定義をされております。医療機器の承認認証届出制度についてご説明します。まあ、医療機器は品質有効性安全性の観点から、適正なものとして認められております。したがって承認を得ることにあるいは認証を得ることにより製造販売が可能となります。で先ほど言ったように届け出については企業が自己認証をし届け出をするということでございます。で認証については第三者認証機関にで審査をして基準に該当すれば認証が受けられる。承認については PMDA で審査をするということになります。から高度管理医療機器の中で厚生労働大臣が基準を定めて指定した医療機器については認証の対象になるということでございます。で医療機器のビジネスのライセンス制度ですが、医療機器を取り扱うには製造販売業の許可が必要でございます。クラス1のみを扱うのは一般医療機製造販売業、いわゆる第3種。管理医療機クラス2以下を扱う場合には第2種医療機製造販売業。高度管理医療機クラス3、4、すべての医療機を扱うためには第1種医療機製造販売業の許可が必要であるということでございます。だから販売をするにあたっては販売業、対応業の許可が必要であります。でここでは一般医療機器については手続きが不要でございます。管理医療機器については届出制となっております。だから高度管理医療機器及び特定保守管理医療機器については許可制となっておりますので、まあ、どういった医療機器の販売を扱うかによっては取るべき業が変わってくるということをご承知ください。一方、製造業については、2015年の法改正で、従来は許可制でございましたけれども、2015年の法改正で、登録制に変わりました。から修理業については許可制であり、修理する品目ごとに修理区分というのが定められております。それぞれ、9区分に定められておいて、修理をする医療機器に応じての区分を取得する必要があります。業態ごとの役割でございますが、まあ、こちらは、まあ、医療機器を開発から、まあ、販売までの、フェーズを示しております。でこちらは、まあ、関わる部素材供給業から研究開発業、製造業、製造販売業、販売業と示しています。まあ、開発、企画、研究開発の段階では、主に研究開発専門業、もしくはまあ製造業なり、製造販売業が主体となってやると。で薬事認可については、製造販売業しかできませんので、ここが注意。で、ものづくりのフェーズに入りますと、まあ、部材供給については、まあ、部材供給業。あるいは製造業が中心になっていると。で、製造については、まあ、製造業、もしくは、まあ、製造販売業を持っている製造業、製造販売、製造業を持っている製造販売業者もいますので、まあ、こういったところが変わっている。で、販売業について、販売については、販売業を持っていないとできないと。まあ、こういう流れで、
企画、研究開発から医療機関に物が届くまでに、こういった業態が関わっているんだということを、関わる必要があるんだということをご承知ください。次に、大阪商工会議所として、この医療機器ビジネスにどういった支援をしているかについてご紹介をします。まず、医療機器相談。これは関西広域連合医療機器相談窓口業務を受託をして、やっております。基本的には毎週木曜日、1社1時間程度の相談になるわけでございますけれども、関西広域連合に所属している、滋賀、京都、大阪、兵庫、和歌山、鳥取、徳島、こういったところが対象になります。このコロナの、コロナ禍の時代ですので、近年ではオンラインでのご相談も対応しております。相談内容としては、医療機器ビジネスに参入したいけれども、どうしたらいいのかとか、あるいは法規制について教えてほしいとか、あるいは品質マネジメントシステムについて教えてほしいとかですね。あるいは、今開発している医療機器がどういう分類に属するのかを確認したいと。こういうような多様なご相談がございます。それから、大阪商工会議所としては、次世代医療システム産業化フォーラムということを主催をしております。基本的には、医工連携マッチング事業、あるいは医療機器企業との商談会、人材育成セミナー、個別相談として医療機、個別企業相談、こういったものに対応しているものでございます。で、次世代医療システム産業化フォーラムの医工連携マッチング例会というのは、全国最大規模の医工連携事業でございます。2020年度は7回の例会で40件以上の医療現場のニーズのご発表をしていただきました。この事業は、会員制でございます。関西圏に限らず、全国から関心のある企業様に会員登録をしていただいて、医工連携を進めているビジネス事業でございます。基本的には、より良い医療サービスを提供するために必要な機械を医療現場から提案をいただき、あるいは医療機関の今こういうことで困っているんだというお話をしていただき、その会員企業の、いわゆる競争力のある技術を応用した医療分野への展開を図っていくと。この中でマッチングをしながら、共同開発を進めていくと、そういう場でございます。で、ここには、私のようなコーディネーターが、バックアップ、皆様をバックアップするということにしております。それから、販路開拓支援事業として、医療機器企業への売り込み商談会、逆見本市と言っておりますが、こういった事業も展開をしています。これは、医療機器開発をしてきたけれども、ものはできたけれども、どういうふうに売ったらいいのかがよくわからないというような企業様が、おありになるので、医療機器企業と直接コミュニケーションを取るチャンネル作りをしているものでございます。で、基本的には製品分野と、あと、素材、技術編ということでやっております。医療機器企業の買い手企業延べ9社、2020年度の実績ですけれども、買い手企業からは、医療機関からさまざまな要望があるわけですね。ところが、それを実現する方法として、どういう会社とやったらいいのかがわからないとか、どういう技術が必要というのがよくわからないというようなことを、こういう場でもってディスカッションすることにより、解決のめどがつくようなケースも多々ございます。一方、売り手企業の方は、今度は医療機関への販売チャンネルがよくわからないとか、販売強化をしたいんだけれども、チャンネル作りをしたいと、こういう要望がありますけれども、そういう場で、こういう場で、その医療機器企業とディスカッションをしながらですね、
より良い道筋を構築できるということで、高評価を得ている事業でございます。まあ、参加者の過去の声にしても声に示しております。図面の引き合いをいただいたとかですね、あるいは事前に詳しいアドバイスをもらいながら準備対応もできたとか、新製品開発につながる内容を打ち合わせることができたとかいうことで、まあ、非常に高評価を得ているビジネス事業でございます。あとは実際医療システム産業化フォーラムとしての主なイベント、これは2020年度の主なイベントをここに示しております。ご参考までにしてください。どうもご清聴ありがとうございました。